こんにちは、ゆきななです。こんな感じで4枚と1、2、3、4、5、6枚、4、6、24枚つながりました。さあ、これは一体何にしたいんやっていう感じなんですけども、これをね、再現しようと思ってます。これ何や言うたら、ここ見えるかな、穴開いてるんですよ。ここピアスをつけて、ここはね、指輪を通す、こうして外れます。で、ここにね、こうなんかちょっと入れれるちっちゃなポケットがあって、これね、あのジュエリーショップでおまけでもらいました。旅行行くときにね、いろいろジュエリーをしていって、で、外すときにここにつけとく。ピアスはここに通してつけといて、で、ここ指輪何個か入れて、ここネックレス入れるみたいなね、これすごい使ったんですよね。で、直してしまってね、これがあることさえ忘れてたんですけど、なんか整理してたら出てきて、あ、これパッチワークで作ったらかわいいなと思って、これ作ろうかなと思ってます。それときっかけが、このワンタッチホック、ダイソーさんで買った、これ一緒ですよね。こんな便利なものが売ってたので、買ってあったので、あ、これ使えるなぁ思って。で、これ作り始めてます。これちょうどね、3.5 って最初言ってたかなぁ思うんですけど、3センチだったんですよね。出来上がり寸法が、縦が20センチと、横が 13.5 にできてます。で、必要なサイズが 12×17 なんですけれども、まあこのサイズで、このサイズで作ろうかなと思います。ちょうどいいですね。なので、3センチに7ミリの縫い代をつけたこのピース、ここいっぱいありますけど、ここ、こんな感じで、これまあ昔何か作った残りの出てきたから、これ使ってます。こんな感じの3センチ ×3 センチに7ミリの縫い代をつけたピースを横4枚、縦6枚つなげてます。こんな感じでパッチワークしていこうかなと思って、まだどうやって仕上げるかまだ決めてませんけど、これ裏地にこんなんつけたらいいなと思って、ちょっと今からやってみます。ここもファスナーをこうつけて小物入れたらいいから、まあトップはこれで完成ということで、例えば薄いキルト芯が欲しいんですけども、薄手のがないので、こういうふうにして剥がします。こんな、ね、なんていうの、こういう布みたいなのをポイして、これもこうして裂きます。裂いて薄くしようかなと思います。あまり分厚くてもねって感じなんで、綺麗に剥がれないですね。あ、剥がれない、綺麗に剥がれないから、もうこのままいきます。こうやって置いて、中心を通すキルティングをしていこうかなって思います。ではキルティングしたので周りを切っていきます。ではこんな風にできる限りキルト芯、この縫い代のところを切り落としました。では表に返してサイズを測ってみます。縦が20センチで横が14センチなので、裏布を切っていきたいんですけども、お見本はこれで、ここにファスナーをつけたいので、この10センチのファスナーですね、これをつけたいので、その分を切り離します。内側の布を切りました。必要な布は縦が11センチ横が 12.5 センチプラス7ミリの縫い代をつけてます。それと縦が 7.5 センチ横が 12.5 センチプラス7ミリの縫い代をつけたものがもう1枚必要になります。それと10センチのファスナーが1本必要です。では裏に接着芯を貼りました。もう1枚の方は貼ってないです。片方だけで大丈夫です。で、これは何かと言いますと、これの裏布になります。で、こういう風にしてここにファスナーを挟み込みたいので、こういう風にして挟み込みます。ではファスナーを塗っていきます。
はこういう風にして挟み込まれてます。こっち側も同じようにして布をつけていきたいなと思います。この上にもう一枚の大きい方の布をこう重ねます。裏返して中心を合わせてこの端からミシンをかけます。ではこんな感じでトップと裏布ができました。サイズですけれども、これはきれいに成形して縦が19センチ、横が13センチになりました。なので裏布もそのサイズに合わせて成形してます。少し大きめに切ってます。そしてここにファスナーがつきました。こんな感じです。では次にこの中のこの部分をこれ外せるんですけれども、外してピアスをつけたりリングを入れたりするものですけど、これをフェルトで作っていこうかなと思います。で、ちょっと製図してみました。こんな感じで試作して、こんな風にして試作してみたら展開図がこれなので、こういう風にして作っていきます。高さが11センチで横幅が6センチ、ずっと細くなっていくんですけれども、下から8センチのところが横幅 4.5 センチにして、最終2センチの幅でこう楕円形にしました。型紙ね、概要欄にも載せておきますけども、作られるときはこういう風にしてもキュッキュッキュッと左右対称にして切られたらいいかなと思います。でこっち側のこのピアスの台ですけども、横が3センチで同じように高さが11センチ、もうなんか最終こうこういう風にして折って、少しずつ細くして、この曲線がこの曲線と同じになるようにこうして切りました。ちょっとねうまく表現できないんですけども、こんな感じです。でこれ中にねキルト芯を入れてみました。こんな風にして、でキルト芯のサイズが縦が 6.5 センチ横が8センチに切りました。これをねくるくるーと巻いて中に入れようかなと思います。それで中の色ですけども、この使い先のウェルト出してきて、これに合わせて切っていきます。なんでこの色にしたかって言ったら、このファスナーの色がパープルと黄色だったので、ちょっと合わせてみようかなって思います。こんな感じで切れました。型紙がこれです。そしたらこれどうするかって言ったら、先ほど言ったこの中に芯を入れてくるくる巻いて、こうしてくるくる巻いてこの中に入れて閉じようと思います。中に入れる時なんですけれども、ここね先閉じるので、先 1.5 センチほど開けておきます。ここですね、ここ 1.5 センチ開けて置いて突き合わせて閉じようかなと思います。では端の方から巻きかがりで閉じていきます。ここ巻きかがり終わりなんですけども、キルト芯が見えなくなるまで巻きかがってください。中に入っ、こんな感じで中に入り込んでる感じで、ここまでかがります。こんな感じで出来上がりました。こんなんですね、ここ 1.5 センチ中入ってるので、こうして留めれます。これでこう指輪を入れれるかなと思います。ではもう一つはピアスを入れる、まあイヤリングの方はわからないんですけど、ピアス、私ピアスなので、ピアスを、ここに入れる穴を開けたいと思います。
先から2センチ下のところをだいたい1センチぐらい中入ったところにこうして印をつけます。ここから 1.5 センチごとにこうして印をつけていきます。こんな感じかな。 1,2,3,4,5 5箇所に、穴を開けたいと思います。こんな目打ちで。こんな風にして穴を開けてみます。差し込んでこれが通るぐらい。ちょっと行き当たりばったりになって申し訳ないんですけど、ちょっと危なかしい感じなのでもう一枚フェルトを丸く切ってつけてみることにします。ちょっと補強して、そして目打ちで開けて、こうなってきたらカメラを確認しないんで、カメラがブレブレになってるかもしれませんけど、ちょっと作業に夢中になってる。あ、ガクンって言いました。入りました。かなり指痛かったですけど、こんな感じでできました。2枚貼ってよかったな思います。補強してる方が安心ですね。うん、いい感じ。じゃあもう片方もやっていきます。2回目はすんなり入ってくれました。こんな感じで2つ出来上がりました。こんな感じになるようにつけていきたいなと思います。ではここに目打ちで穴を開けて、裏から差し込んで、そしてこの受ける方の金具を真上から押し込んだらいい感じですね、はい、ではパチッと止めてみます。あ、いい感じ。こんな感じで、うん、ではもう一箇所もやっていきます。OK。 はい、こんな感じで金具が留めれました。これで下準備が OK かと思ったらそうではなくて、もう一箇所ここにがあって、ここにもう一箇所いるので、このファスナーの方の中心の下から 1.5 のところにつけたいと思います。合わす前につけないといけないのがこのここですね。受ける方これ出てないので縫い合わせる前にしないといけない感じですね。これをこの中心に留め付けたいと思います。縫い代が7ミリなので、そこから 1.5 センチ上がったところ、ここですね。ここに表面にこのオスの方が来るように留めたいと思います。こんな感じできました。表側にこのオスの方を一つつけました。ではこれで合わせていけるはず。裏側はファスナーが上ですね。こんな感じで閉じつけたいと思います。ぐるっと一周ミシンをかけます。はい、では注意を切っていきます。ぐるっと縫えました。この角も切り落としときます。でね、ここ裏地をつけたいので、ここを隠したいので、この状態ですね、このキルト芯ではない方向にファスナーが隠れるぐらいの布をこう置いて、ファスナーのところからぐるっと一周ミシンかけたいと思います。ではこんな感じでピンクでわからないんですけども、裏地の方にもう一枚布を縫い付けました。こんな感じで
そうしたらこの開いてるファスナー、開いた状態のファスナー、これ大事なんですけども、開いた状態で縫ってました。なので、あの返し口なしで縫ってます。でひっくり返してみます。角を出して整えます。はい、こんな感じでひっくり返りました。ここはちっちゃなポケットになるんですけども、今縫った布のおかげでこうして中の縫い代が出てません。こんな感じでね、綺麗に縫い代が中に入るので、ああいう風にして仕立てました。内ポケットのここ縫っていって、このちっちゃなポケットにしようかなと思います。こちらも入ってもいいかなと思ったんですけど、やはり物が紛れてしまうから、ここ今1センチ、ファスナー端から1センチのところに線を引きました。ここをキルト糸で閉じていこうかなと思います。ではここ1本縫いました。縫ったことによってここが分離されてますです。そしたらちっちゃな内ポケットができました。次にこれをここに縫い付けていきます。まずこうして止めてから位置を決めて縫っていこうかなと思います。では次にこのパープルの方も止めて位置を決めて縫っていきます。こんな感じで完成しました。そしてホックで留めて、こんな感じで開いて、この中に こういうふうにしてピアスを留めつけて、ここにはペンダントなどをここに収納して、こういうふうにして持って歩けます。こんな感じで手に優しいし、すごくこのキルト芯が入ってるのでジュエリーの保護にもなるし、すごくいいかなと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。